はい、平成28年版の厚生労働白書の中で、全国の60歳以上の男女を対象にして行われた2013年の調査の、ね、結果が載ってます。でこれは何歳頃まで仕事をしたいかについて、尋ねたところの調査なんですけど、調査結果がですね、働けるうちはいつまでもというのがですね 29.5% で一番多くて、その次が70歳ぐらいまでが 23.6%、 そして65歳ぐらいまでが 21.4% ということになってましたね。で働けるうちはいつまでもというのと、76歳以上というのと、75歳ぐらいまでというのと、70歳ぐらいまで、これらを合計するともうそれだけで 65.9% ということに、ね、なっていました。できるだけ、ね、長く働きたいという方が、ね、大変多いということが伺えますね。